それでは、探究活動の始め方について、テーマ設定の基本をご説明いたします。こちらが目次です。一つ目に、三つの矢を大切に。二つ目に、大きいテーマは細分化。三つ目に、主張を支える。この三点についてご説明いたします。そして最後にね、あの、探究活動に〇〇はないと。では、見ていきましょう。三つの矢とは、えやりたい、やれる、役に立つです。 まずやりたいですけども、やりたくなければ探求とは呼べません。探求っていうのは物事の本質を追い求めましょうという活動なので、自分が少しでも興味のあることでないと続けるのが難しいです。探求って疑問を持って仮説を立てて、そして解決し、そしてさらに疑問を導き出すというサイクルを回す行為なので、興味がないと疑問が出てこないんですね。それともし、もう探求活動を始めている方で、 自分の研究テーマに興味がないな、ね、えっ、ー、と、あんまりやりたくないなって思ってる、ね、少しでもね、あの、思っていらっしゃる方がいたら、ぜひね、先行研究、文献を調べてみてください。特におすすめはね、分かってない領域とか、教科書にはない領域、これがおすすめです。例えば、犬飼剛のやったことは教科書に書いてあります。でも、犬飼剛の人柄や思想に影響した人生経験、周囲の人からの評価、それはそれほど載ってない。生物学で言うと、 シダ植物と苔植物の特徴は教科書に載っているかもしれません。でも、進化上の起源、苔とシダ、どちらが先にどのように現れたかさえ、実は完全には分かっていないんです。人間と興味、人間のね、あの、興味なんて単純なものですから、知識量が増えるだけで、実はね、だんだんそのテーマが好きになる、なんてことね、非常によくあることです。ぜひね、いろんなことを調べてみてください。まずはやりたいこと、ね、探究をやりたいことを見つける。 実はね、やりたいだけでは、えー、探究活動のテーマにはなりません。やれるテーマじゃなきゃいけません。自分たちの身の回りにどんな実験機器があるのか、時間的な制約はどうなのか、物的資源や、えー、時間的な、えー、資源、時間的な制約、それらを考えてやれるテーマにしなければいけません。例えば、ブラックホールが作りたいなと思っても、高校生の天文学部がブラックホールを作ることは不可能です。タイムマシンが作りたいなと思っても、タイムマシン作ることが不可能です。 地球温暖化解決したいなと思っても地球温暖化に対するアプローチはできますが地球温暖化を解決することは小中高校生が1年から3年6年活動して地球温暖化これを解決することはほぼ不可能ですアプローチはできますよでもほぼ不可能ですこのようにやりたいだけではなくてやれるテーマにすることそういった様々な制限物的な 制限や時間的な制限をしっかり考えてやれるテーマを選ぶことが大切です。最後に、役に立つテーマでなければいけません。どんなに小さなことでもいいので、なるべくね、えっと、多くの方に役に立つようなテーマでなければいけません。例えばね、あの自分の好きな〇〇ちゃんから LINE を返してもらう方法なんてねあの、やりたくてやれるかもしれないけども、ね、やりたくてやれるテーマかもしれないけども、それは、えっと、個人的な欲望にとどまっている限り、探求にはならないんですね。 まあもしね、えっと、例えば、こう、LINE によるね、あの、コミュニケーションの特徴とかね、あの、こう、LINE で適切なコミュニケーションを築く上で、重要なファクターとかね、そういった研究にすれば、あの、多くのね、えっと、方の役に立つ可能性が出ますよね。まあ、そんなふうにね、役に立つっていう条件もテーマを設定する上で重要なんですね。こちら、目次の二つ目ですが、大きなテーマは細分化する。大きなテーマは細分化する。 4つ、えー、とっても大きなテーマ用意してきました。ねえー地,球ねえー、地球温暖化について。地球温暖化について。これなかなかどう研究していいか、ま、迷っちゃいますよね。もし細分化するんだったら、ね、あの細かく細かく、まるで針の先を見るように、えー、大きなテーマを細分化していくと、あっという間に、えー、自分たちができて、しかも、ね、あの世界中誰もやったことがないような研究になります。例えばね、地球温暖化について,、えー、についての研究は、なかなか、ね、高校生ですら えー、新発見や、えー、何か新しい知見をこう見いだすことはなかなか難しい、こういった漠然としたテーマでは、だけども、例えばね、地球温暖化が自分の家の近くの○○公園に与える、ね、○○丸々公園の植生に与える影響だったら、これ、世界初の研究になりえますよね、または地球温暖化が自分の高校、○○高校の電気代に与える影響だったら、それ、世界中の誰も研究してませんよね、世界初の研究になるわけです。 二つ目の、ゴミ問題についても、ゴミ問題。例えば、え自分の住んでる〇〇市のゴミ問題について。これ多分研究した人いないかもしれませんよ。もっと細かくしてもいいですよ。〇〇市の〇〇町、〇、ね、〇町のゴミ問題について。これも、こうするとえ、大きなテーマから小さく小さく細かく細かくして、そんなテーマにすると、えあっという間にね、自分たちにこう手が届いて、しかも世界、 で誰もやってなくて、しかも、ね、あの身近な、ね、あの地域の方の役に立てるような、そんな研究テーマになる可能性が出てきます。あとね、上から3つ目、スポーツについて、ね、スポーツの研究者ってものすごくいっぱい、しかもかものすごい優秀な研究者、いっぱい世界中にいるんですよ。しかも皆さんはプロスポーツ選手じゃないじゃないですか、まだ。だからね、例えば、スポーツについて、ね、漠然と語るのではなくて、例えばね、サッカー ッカーの〇〇というポジションの、しかも試合中のこういう状況における、その選手の視線の動きに関する研究だったらできるかもしれませんよ。それだったら、えっと、皆さんにもすぐできるかもしれないし、しかも誰もやったことがないかもしれない。一番下のアニメについて、ね、アニメっていろいろあるじゃないですか、でもアニメ史におけるジェンダー問題、男女の問題についてとかね、そういうふうにテーマを細分化すると、やりやすくなるし、えー、役に立てるし、新規性が出てくる。 そんなことがあるので、大きなテーマの細分化、これ覚えておきましょう。最後ですが、主張を支える。これはね、テーマを設定する上でイメージしておくと良い探究のこう全体像です。主張を支える。どういうことかって言いますと、例えば、こんな探究活動は三角です。 ほにゃららというね、あのホームページに、こうと書いてあった。だから、こうであるえ。これはねえ、そのホームページの紹介ですね。これちょっとね、三角です。えっと、探究活動としては、えっと、三角です。他にも、えー、私はこうだと思う。ね。えー、そして、こうだと思う。えー、そして、えー、こうだと思う。で、えー、おしまい。えー、例えば、 地球温暖化は、えっと、とても怖いことだと思う。え、しっかりしなきゃいけないと思う。みんながちゃんとやらなきゃいけないと思う。え、これはね、え、エッセイですね。これもちょっと三角です。探究活動はね、えっと、このように、主張を支える形をね、頭に、もちろんたくさん例外ありますよ。たくさん例外ありますけど、こんなふうに主張を支える形をね、頭に描いておくと良いです。え、主張はこうだ。え、そして、こんな根拠がある。 えー、こんな実験したらこんなデータが得られたとか、えー、こんな文献にこんな統計的なデータが載っていたとか、えー、こんな文献があった、こんな根拠がある。つまり主張があって、根拠があって、こうだ。そして根拠はこうだ、こうだ、こうだ。そして、だからこれが言えるんだというふうに、主張を根拠で支えるようなイメージをしておくと、テーマがね、あの、見出しやすくなります。そして最後にね、えー 多くのね、あの、えー、学生からね、えっと、私もね、あの、失敗しましたって、あの、えー、声をかけてもらうことがあります、えー。例えば、差がなかったとかね、効果ありませんでしたとかね、ちょっと予想通りにならなかったですって、っと失敗しましたね。だけどね、だけども、えー、最後に一つね、あのい、ちょっとね、あの、言っておきたいんですが、探究活動にね、失敗はないです。これね、失敗はないです。 これ、差が出なかった、効果がなかった、予想通りではなかったことを発見したじゃないですか。エジソンって知ってますね、エジソン。エジソンって、電球が1秒でも、ねえっと、長く、えー、1秒でも長く電球を光らせようと思って、もういろんな素材を試したっていうんですよ。この素材じゃダメだめだ、ね、この素材もだめだ、何度でも何度でも試してで、全然伸びないんですよ。その電球が光る時間が全然伸びないんですよ。 それひたすらにひたすらに試したわけじゃないですか。それって失敗ですか、それ。それもうだめなんですか、その研究。違いますよね。この素材を使ったらえ、光る時間は伸びなかった。それは成功じゃないですか。一つ見いだしてるんだから。次にこの素材を使っても、えー、電球の光る時間の長さは変わらなかった。それ失敗じゃなくて、成功じゃないですか。でこれね、探究活動に失敗はないです。えっと どのような結果になろうがね、もちろん改ざんとかデータをこうぐちゃぐちゃに混同しちゃったりとかねあの、えー、誰かからデータを盗んだとか、そういったのが真の失敗なわけで、こんな風にに、ね、差がなかった、効果がなかった、予想通りではなかったことっていうのはね、これはね、成功、もう成功も成功、大成功です。しかもね、しかもですよ、皆さんは探究活動の中で成長したり、スキルアップしたりしてます。例えば さまざまな時間的な制約、物的な制約の中で、どうすればもうより良い研究になるかな、より良い探究活動になるかなって試行錯誤してきたわけじゃないですか、1年もしくはそれより長い期間。そ,れそ,れその経験って、たとえ最後に自分が、ね、あ納得いかないと思っても、その経験って、高校生の皆さんだったら大学生になった時の研究生活に、大学生の皆さんだったら大学院生の研究生活、もしくは社会に出た時の自分のスキルに、 絶対になりますなので、探求活動をね、決して、えっと、最後の最後ねあの、うまくいかなかったと思ってもえ、決して無駄ではない。この動画だってね、ね例えばこの動画だって、もしかしたら再生数0回かもしれないですよ。だけど僕、それ、再生数0回でも無駄だとは思いません。なぜならば、これを作る上で、いろいろ自分の中でねあの試行錯誤したから、自分のスキルアップになったと感じているからです。だから皆さんね、えっと、決して、えっと、探求活動、 無駄では、無駄にはならない、えっと、いろんなね、時間的な、物的な制約の中で、いろんな人と議論しながらね、あの時に自分と戦いながら、え頑張ってきたことがね、決して無駄にはならない、自分の成長やスキルアップにつながってるっていうことをね、ぜひね、覚えておいてください。では、えっと、ご清聴ありがとうございました。ね、探求活動ねあの、ぜひね、心身の健康にね、えっと、くれぐれも気をつけてね、えっと、頑張ってください。